ヨーヨーは中華人民共和国のショートトラックスピードスケート選手。1998年長野オリンピックから3大会連続オリンピックに出場。2002年ソルトレークシティオリンピックで金メダル2個を獲得したのをはじめ3大会で5個のメダルを獲得。国流交渉ジャムス市出身。ヨーヨーがソルトレークシティの500メートルで獲得した金メダルは 中国選手が冬季オリンピックで獲得した初めての金メダルとなった。ヨーヨーはオリンピックの他世界選手権でも1997年以降、金メダル21個、銀メダル4個、銅メダル3個を獲得している。ヨーヨーと同時期に中国のショートトラックスピードスケートにはヨーアキラという選手がおり、漢字の表記ではヨーヨーとヨーアキラは 区別できるが、発音では共に、ヤンヤンとなってしまうため、区別するため名前の後に、A をつけて、ヨーヨー A。一方で、ヨーアキラは、ヨーアキラ S と表記された。当初は、年長のヨーヨーを大として、L を、ヨーアキラを小として、S と表記していたが、ヨーヨーは、L を拒んだため、二人の誕生月で区別することとし、8月生まれのヨーヨーは、A、9月生まれのヨーアキラは、 S, S となった。2010年2月の国際オリンピック委員会総会で委員に就任。なお、ヨーアキラ S の引退後もヨーヨー A は A をつけている。ありがとうございます。